今日は超伝導についいいて説明したいと思います今回使用するスライドは僕が学部生の頃に作ったものなんですけども、まあ、そんなわけでおかしな点とかもちょっとあるかもしれないですがこれから博士を目指すような方々の参考になればと思ってあえてこれで説明したいと思います。でこの超伝導とは電気抵抗が低温で消失する現象のことを言います。 こちらの図は1911年100年以上前に初めて超伝導現象が発見された時の図です縦軸が水銀の電気抵抗になってまして横軸が温度です絶対温度で書いていて、まあ、今ここのところが超伝導低温度なんですけど4 2、K、まあマイナス269度っていう非常に低温での話ですただ、このように電気抵抗が、 有限になっているところが、この超伝導低温度でちょうどシュパッとゼロになるというのが確認され、当時ものすごく話題になったはずです。はずですって言ってのは僕はその時生きてないので、あの本当かどうかわからないですけど、ただ非常に今なお活発に議論されている現象ですで。特に面白い点が、この量子効果として現れている超伝導がマクロなスケールで現れるという点です。マクロに現れるというおかげで、 マクロといってのは我々と同じメートル長さスケールのような世界でも起きるという意味で超伝導リニアですとかもしくは MRI の中の超伝導電磁石ですとか光学的な応用も盛んにされています。特徴的な性質は決して電気抵抗が消えるということだけではなくて完全半磁性と呼ばれるマイスナー効果ですとかあと超伝導低温度で比熱の 異常が起きる、比熱が飛ぶっていう風うな性質を今回ちょっとご紹介するんですけどそういったものもの見られますで。最後に高圧化などの条件下のもとで多くの金属が超伝導性を示すと学部生の当時の僕は書いていたんですけどもここはちょっと何とも言えないかなとも思っていますがただ高圧化っていう条件は確かに超伝導性を強めるという意味ではプラスに働くものであろうと考えることができています。というのもあの最近では 高圧化であれば二百四十ケルビンぐらいの非常に高い超電導体も実現されているからです。で、この超伝導を微視的に初めて説明した理論として知られるのがバーディーン・クーパー・シュリーファーの三人のあた頭文字を取った BCS 理論と呼ばれるものですで。この理論で考えることとしては超伝導状態では。 実はクーパーツと呼ばれる電子ツを作っているというふうに考えるのがポイントになります。なんでツを作るかというのをちょっと今日説明するんですけども、それは炎を媒介とした電子間に引力が働くということに起因しています。電子というのはスピンというものを持っていて、まあ上か下かっていう二種類があるわけなんですけど、そうするとざっくり言ってしまえば二通り考えることができて、 スピンが半平行か、まあ、スピンが平行かっていうふうな感じなんですけど BCS 理論で考えられたのはこちらのシングレットの場合の超伝導ですスピンが半平行のものです、まあ、こちらの可能性というのも当然いろいろあったりはするんですけど、まあ、一番最初にはあの考えられたものとしてこちらについて説明していきたいと思いますでこの時クーパーツイ 今の、えー、とでスピンが逆向きのものであるっていうのを考えるっていう意味であのシングレット超伝導という,ふうに今回は読みますどうやって引力が働くかという話なんですけども電子が炎を冷気してその冷気を別の電子が受け取るという2次のプロセスによって生じるというふうに考えています。でその時の相互作用ハミルトニアは、えー、とこんな形で与えられます。 まあ言葉だとか式で言うとちょっとややこしい感じなんですけど、じゃあダイアグラムで説明したら分かりやすいかと言われると、それはそれでどうかと思うんですけど、ただこちらの図をちょっと使って説明したいと思います。で、特にこちらのダイアグラムに着目していただきたいと思います。この矢印が電子です。で、この波打ってるやつがフォノン。まあ、格子振動の波です。で、ある電子が進んでいます。で、格子にぶつかります。 そうすると格子は振動します。そうするとフォノンがウニャウニャウニャウにャって飛んでいきます。で、あるところに、今これアップスピンを考えていましたけど、ダウンスピンのやつが飛んでいきました。で、そうするとそのダウンスピンがフォノンを吸収します。で、エネルギーが変わった状態で、それぞれどっかに飛んでいきます。っていうプロセスを考えると、これは実はフリーメン金棒で考えると引力に働くということがわかります。で、これが、 クーパー対を作っている起源になります。で、この話にじゅ特に重要なのが、このクーパー不安定性というものです。で通常、相互作用がなければ、電子、もしくはフェ,ルミフェルミ粒子系というのは、フェルミ球と呼ばれる規定状態を作ります。あこれですね。運動量空間で、下から詰めていって、このふうにまん丸のものを作るというふうに。 三、まあ、次元空間で考えるわけですけど、もしそこに引力があったらどうなるかっていうのが、このク,ワクーパー不安定性です。で、実際にそれは不安定で、クーパー対というものを作るという話です。で、一般にこれは多体問題なので、普通に解こうとすると難しい問題なんですけども、まあ、クーパーは、あえて二体問題、二体のシュレーリンガー方程式、 二粒子のシュレーディンガー方程式に少し毛が生えたような形でそれを説明することに成功しましたというのもこれはまずこちら側の部分を見てもらうともう完全に二粒子のシュレーディンガー方程式ですえ粒子一番目の運動え運動エネルギー項二粒子二二個目の運動エネルギー項という風うにあってあとその間の相互作用項という風うになってますで多体問題 というのを反映させるためにシュレーディンガー方程式の,このエネルギーの部分をこのように 2EF というふうなタームが入ってますこの EF っていうのがフェルミ順位ですでこの右辺が意味することはフェルミ順位から測った二粒子のエネルギーイプシロンはどうなりますかということですで模式的に図を描くと フェルミ球状態の上に2電子考えましたでその間に引力が働きましたどうなりますかということですで実際にこのシュレーディンガー方程式を解いてみるとこのエネルギー変化っていうのは負になることが分かりますなのでフェルミ面を作るよりもクーパー対なんか対を作った方がエネルギー的に得ですよということを意味していますでこの時に オメガ、D、っていうデバイス周波数が出てきますけどこれは今フォノン媒介引力であるということを反映していますでフ,ーフェルミ面フェルミ球上での相互作用が重要だということも反映してフェルミ面での状態密度というのがこの指数関数の型に入っていますで負になるということでエネルギー的に得っていうことで引力があれば必ず対を作るということを表しています まあそんなわけで引力があったら不安定ですという話をしたんですけどじゃあどんな規定状態になるんですかというのが次のこの BCS 規定状態と呼ばれるものです BCS 理論ではこの規定状態は多数のクーパー対が形成されているだろうというふうに考えましたでその時波動関数としてこのようなものを考えますこれある U, U と V とあと C だが C だがこれ生成演算子なんですけども 足し算の掛け,あ掛け合わせを考えているというふうになっています。なので、この VK、こちらに関しては、えっと、アップスピン、ダウンスピンの電子対がいる,状いる状態を表していて、こっちは空ーパーツになっていませんよという状態を表しているというような感じになっていて、この掛け算っていうのは、ちょうどこの多数の電子対状態の重ね合わせを表しています。この時の UK、 Vk っていうのが、これからエネルギーを決定するんですけど、変分法でいうと、この変分パラメータに対応しますで。エネルギーを、規定エネルギーを見積もる必要があるんですけど、そのために BCS ハミルトニアと呼ばれるものを用意します。でこの BCS ハミルトニア自体も非常にシンプルで、で1個目が運動エネルギー項ですで。2個目が 先ほどご紹介したフォノン媒介による引力相互作用項になっています。この2項目がなければ通常のフェルミ級状態を作るハミルトニアになっています。ただ今、このように引力が働きますよというふうになっています。で、このハミルトニアをこの BCS 波動関数で挟んでエネルギー期待値を取ってあげて、それを最小化するように UK、VK というのを決定してあげます。そうするとこのようにコヒーレンスファクターという呼ばれるんですけど、 ここんな感じに求めることができます。でこれで出るデルタっていうのは超電動ギャップと呼ばれるもので、まあ、エネルギーギャップというふうにも言いますけどあのこういうものが出てきます。で実はこれこのデルタの,あの式は5色が入って5色がありましてもし何が5色なのか知りたければ是非これを計算してみてくださいという。 話ですちょっと学部生の頃なのでそういうミスもあったというわけです。はい、で今回は先ほどお話ししたように比熱の異常ですとか超電導装填温度の話をちょっと見ていきたいので有限温度への拡張というものを,おき、ま、を行います。で今回は超電導のギャップに対しての平均刃近似というものを行います。 どういうことかというとこの C ダガー C ダガー CC って書いてあるフェルミオンの生成消滅演算子の4次項を一部平均値に置き換えることによって2次項に落とし込みます。でそうするといわゆる平均バッキンというのは多体問題一体問題に落とし込む手法なんですけれどもフェ,ル、えっと、フェルミオンの演算子2つまでなので2次形式で書けるということで一体問題にある意味落とすことができます。 でこの時にエネルギーギーャップというのが平均場に対応します。でこれを施すと先ほどの BCS ハミルトニアンはこの規定エネルギー定数項に対応しますとあとフェルミオンの生成消滅演算子の確かに二次形式の形で書けるというふうになりますで相互作用の効果はこの非対下不項の超伝導ギャップ平均場の部分に入っているといえます で二次形式なので、まあ、線形代数で知られるように対価付加することができますでその種類をよくボゴリ予防変換というふうに呼びます今 CC だがフェミオンの生成消滅演算子で電子の生成消滅演算子でかけてましたけどそれをボゴロンというふうによく言うんですけど準粒子の生成消滅演算子に変換を行いますでこの時に出てくる係数は先ほど BCS 規定状態の変分パラメーターとして求まったこの値を使うことができます。でそうすると先ほどのハミルトニアはこんな形で対価付加されたような形で書くことができます。でこの準粒子に対して規定状態は確かに真空であるということを先ほどの BCS 波動関数にこのボゴリュボフ演算子ガンマをかけることによって確認することもできます。 この時にこのボゴロンという準粒子はこういうふうな EK、e、って書いてあるような冷気エネルギーを持ってるんですけどそれは超電導ギャップを持っているというギャップとになった冷気になっています次に超電導低温度の導出を見ていきたいと思います今ボゴリオボフ準粒子はフェイン分布に従うというふうに考えますとこの粒子 えーとリュスじゃないです、ね、もう運動量のある運動に対するこの期待値というのは、まあ、フェルミ分布になるだろうというふうに考えますそうしてあげますと超伝導ギャップの定義式からこのようなギャップ方程式と呼ばれるギャップをセルフコンシステントに決める方程式を得ることができますでそれがあのギャこのギャップ方程式が得られるギャ想定温度というのはこんな形になります横軸が温度 縦軸が超伝導ギャップです。低温で一番大きくなっているんですけどどん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 温度を上げていくとこのギャップっていうのはどんどん小さくなっていってあるるととこころろでで超伝導点低温度を迎えるところでギャップがゼロになります。でその潮流動超伝動低温度っていくつですかって調べるにはこのギャップ方程式でこのギャップを0と取った時の方程式の解を求めればいいわけです。 でこうして超伝導ギャップ、えー、遠遠温度先ほどのこの超伝導低温度っていうのが実際に実験結果と比較してどうなのかっていうのがあのこの BCS 理論が本当に超伝導を説明しているかの指標になるわけですけどこれに関して同位体効果というものを見ることによって実際に BCS 理論が正しいということを確認することが できています。同位体効果というのは今、えー、と超電動転移温度っていうのが求まったわけですけどそれが平均原子,し原子量のべき乗か何かの値になっているであろうということからこの確認ができ,るできます。でこちら実際にスズでの、えー、とこの TC と,、えー、と平均原子量の 両体数をとっているんですけども、まあ、これの体数をとったものというふうな意味でこ,れこういうふうなものを書いてますけど PCS 理論は炎媒介引力による超伝導点温度っていうのは今デバイス周波数に比例してますので,でデバイス周波数は平均原子量のス2分の1に非常に比例しているということからこの辺りはス2分の1というふうな線が今ここに書いてあるんですけど実験値も確かにそれによく一致しているということがわかります。 でこのことから BCS 理論は確かにフォノン媒介引力を用いたクーパー対形成という観点からの超伝導っていう理論をちゃんと説明できているというふうなことが分かったと。で特にこの鈴って呼ばれるものは確かにそのフォノン媒介引力の超伝導っぽいなっていうのがこのことから分かったという感じです。で他にも先ほどご紹介したように比熱が超伝導低温度で 異常が起きますよ。という話があるんですけども、実際どういうことかというと、これは実際にそのアルミニウムの超伝導体の比熱の温度依存性となってます。横軸が温度縦軸が比熱です。ま比、あ、熱っていうのは何かというのを一応おさらいしておくと、ま物の,の温まりやすさっていう風なものです。で、温度が下がっていくと、比熱は徐々に落ちていくんですけど、あるところでピュンと飛んでこのように。 落ちていくという振る舞いをしていて、超伝導点温度のところで飛ぶっていうことが知られています。BCE 理論ではこの非熱の飛びっていうのを一応予測することができて、その値はだいたい一点四三ぐらいだというふうにわかります。実際に他の金属超伝導体中における値と比較してみると、まあ、今回これ今見せているアルミニウムですとかカドミウムっていうものは確かによく一致しています。 他にもいくつかあるものも大体オーダーとしては一緒ぐらいの値を取っているというふうに言えます。はい。で、まとめになりますけれども、今回 BCS 理論っていうのは、フォノンによる電子間引力で電子が空パーツを形成しているというメカニズムによって超伝導を説明したという感じです。で、えっ、ー、と BCS ハミルトニアンと呼ばれるものから、 BCS 理論にのっとってギャップ方程式やあと超伝導低温度の式を導出することができました。で実験結果との比較という観点では同位体効果と呼ばれる超伝導低温度が平均原子量にどう比例し,してますかっていう式ですとかあと比熱の飛びですね超伝導低温度で比熱がどれぐらい飛びますかっていうような値を実際に見積もることができて。 確かにこれが実験とよく合っているということが分かりました。で今回はこの一番シンプルな従来型と呼ばれる超伝導に使われる BCS 理論のお話でしたけど最近注目されている銅酸化物高温超伝導ですとかそういったものはまたこれとはまた違う物理がいろいろ絡んでいる。ただ一番それでも基礎となるのがこの BCS 理論であるということは変わりません。ということで以上です。どうもありがとうございました。